今日は全国的に日差しが届いていますが、この後週後半、また週末、雨が降り出し、大雨に警戒が必要となりそうですかね。はい、台風11号が南の海上にありますが、はい、その影響もあって、あと秋雨前線とセットで大雨になりやすいという形になりそうです。この雲が台風11号です。まもなく小笠原諸島に接近する見込みです。小笠原諸島は急に雨風が強まる恐れです。はい、そしてこの台風なんですが、この後西寄りに進んでいく予想です。そしてこの西寄りに進んでくる間、はい、日本列島には湿った空気が運ばれてくるという形になってきそうです。まあ、このため雨が降りやすく、場所によっては大雨になるといった状況です。はい、ではこちら、降水量の予想を、順番に見ていきたいと思います。水曜日以降ですね、こちら黄色の活発な雨雲が、予想されています。こちらですね、まあ、このため、日本海側やあと東北など北日本で雨が強まる恐れが出てきているといった状況です。はい、さらにですね、木曜日も、こちら、東北や、日本海側で、強い雨が予想。そしてこの金曜日になってきますとね、だんだんこの西日本中心に、雨の中心、大雨の中心が移ってきます。そして、土曜日、こちらも台風の活発な雨雲が日本海側だけではなく太平洋側にも、かかりますね。西日本中心に大雨の恐れ、強い雨が降りそうですし、まあ、日曜日になりますと、さらに、台風の影響を西日本を中心に大きく受けそうです。はい、特に週の後半以降、大雨、強い雨、大雨に、各地警戒が必要です。はい、台風の位置や秋雨前線の位置によっては大雨のエリアも随分変わってくる恐れがありますので、はい、まあ、常に、最新の情報を確認してください。今後の最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご利用ください。